皆さんお疲れ様です。パーソナリティのはるかです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回のテーマはマジで神なんですね。大谷選手の人間離れした偉業だらけの大勝利に全米が称賛でございます。前回も大谷翔平選手の偉業をお伝えしましたが、全米のメディアもこぞって取り上げており、話題になっていましたので、その話題に関連する内容につきましてお届けいたします。アスレチックス戦に2番投手 &DH で二刀流出場した大谷選手は、投手では6回無失点5奪三振、打者では本塁打で文字通り1人でチームを勝利に導き、本塁打通算118本でイチローの本塁打記録を超えて日本人2位、ベーブ・ルース以来104年ぶりとなる2桁勝利&本塁打を達成、通算奪三振は1000に到達。すべてはピッチャー返しを受けた左足をかばいながら行われるというすごい状況だったようです。全米メディアは104年ぶりの快挙を称えました。 MLB 公式サイトは、本当に素晴らしい賞、大谷が同じ試合でルースに並びイチローを超すとの見出しを取り、新たな夜、また別の記録、そうしたことが二刀流スター大谷の人生となっているよ。火曜夜のアスレチックス戦の勝利で大谷は一つだけでなく3つの記録をキャリアの偉業リストに加えたんだ。大谷はベーブ・ルースに並び日本出身選手の通算本塁打数の順位を上げ、ワンシーズンの奪三振数をキャリアハイとしたのだと伝えました。記事はそれぞれの記録について紹介。2桁勝利&2桁本塁打については、昨季も10勝に王手をかけながらも3試合足踏みして9勝にとどまり、今季も3試合勝てなかったことを説明した上で、大谷のいいピッチングをしていれば必ずチャンスはあるかなと思ってましたけど、フォードがいいホームランを打ちましたし、先制点もしっかり取っていい流れでいけたと思います。こういう試合を多くできたらなと思いますというコメントを伝えました。また相手チームのダグアウトから見ても称賛に値する一生に一度の偉業の一つだと称えた上で、アスレチックのマーク・コッツェ監督の談話を紹介しました。非常に素晴らしいことです。彼の運動能力、才能を示しています。この時点で野球界で唯一無二のものだと言えます。彼は今二刀流ができる唯一の選手で、それで好成績を残しているんだ。また通算本塁打でイチローを抜いたことについても触れ、3089安打のイチローの長打はその2割以下、575本で決して強打者ではなかったのですが、大谷にとって幼い頃から浸水してきた選手を超えるのは特別なことでしたとし、大谷のタイプ的な違いはあると思いますけど、そういう選手の一部の記録を超えられてすごく光栄ですとの声を伝えました。大谷の先発時の本塁打は2度目で、この試合までの登板時の打率がシーズン打率2割5分3厘よりも高い2割6分1厘ですが、長打率は 0.377 と低かったことを付け加えました。また5三振を奪ったことで、今季の奪三振数が昨季を上回るキャリアハイの157奪三振となったことに触れ、NPB での通算624奪三振にメジャー通算の379奪三振を加え、日米通算で1000奪三振を超えたことを紹介。今後大谷が登板数、現在の最多は23回と、イニング数、昨季の130回3分の1が最多でも自己記録を塗り替えるペースにありますが、
彼はその数字には固執してないんだと説明しました。大谷の圧倒させられる偉業のすべてや有力な選手たちと比較されることを考えると、 NPB で5度のオールスター選手となってメジャーにやってきた彼がまだ5年目だということを時々忘れてしまう。彼は28歳に過ぎないが、この短いメジャー生活で野球界を数えきれない回数にわたりあっと驚かせてきたのだとまとめました。ヤンキース時代にベーブ・ルースが活躍したニューヨークのメディアも偉業達成を取り上げました。 NJ.com はエンゼルスの大谷が二刀流スターとしてヤンキーズのベーブ・ルースの記録に並ぶとの見出しを取り、ここは大谷翔平の世界であり我々はただそこで暮らしているだけなんだとして記録達成を称えました。同記事は2桁勝利&2桁本塁打を成し遂げた選手は大谷が4人目で、ルースの後にニグロリーグで1922年にカンザスシティモナークスのブレット・ローガン、1927年にデトロイトスターズのエド・ライルの2人が達成していることを紹介。ルースはボストン・レッドソックス時代の1918年に13勝7敗11本塁打の成績だったことを改めて報じました。エンゼルスの地元紙も当然大谷参加一色です。オレンジカウンティレジスターは大谷がエンゼルス勝利の中でマウンド打席で節目の偉業を達成との見出しを取り、大谷が同じ夜にベーブ・ルースとイチロー・鈴木の名前が出されるパフォーマンスを見せるときはいつでもすごくいい夜だ、大谷はいくつかの重要な記録の節目に達し3回に足へ打球が直撃した後に全てをやり遂げたんですと伝えました。フィル・ネビン監督代行の、我々が試合をするたびに彼は何か特別なことをやり遂げる感じがするんだ、今夜は彼にとって確かに新たな素晴らしい節目になりましたとのコメントを掲載。打球を受けた左足について、その夜遅くアドレナリンが抜けると大谷はさらに痛みが増したと明かしました。エンゼルスは念のためレントゲンで検査しましたが異常はありませんでした。ネビン監督代行は、水曜日に大谷をプレーさせる予定にあるよと語ったとしました。また大谷の今季の10勝7敗111イニングで防御率 2.68、25本塁打、OPS 0.849 という数字と MVP に輝いた昨季の防御率 3.18、46本塁打、OPS 0.964 を比較。ネビン監督代行の、毎晩我々が見ているものを当然のものと思ってはいけないんだ。だがチームが彼のプレーの一部となれることは本当に素晴らしいことだよ。という言葉で記事をまとめました。 NBC スポーツは偉業達成を許したアスレチックス側から見た記事を掲載しました。アスレチックスにとって残念なことに、彼らは火曜日のオークランドコロシアムで大谷のすべてを体験することになったのだ。記事は3回に大谷はラウレアーノの打ち返した打球を左足に受けアウトにはしましたが、足を引きずってマウンドを下がった、それでも彼は続投しライトへの本塁打を放って信じられないような夜を終わらせる前に3イニングを投げたんだと称え、コッツェイ監督は試合を通じて打線を悩ませた素晴らしいスプリットフィンガー、ファストボールを織り交ぜた大谷に敬意を表しましたと続けました。さらに大谷は遠征先でも観客をどのように魅了するかを分かっている、だがコッツェ監督にとっては火曜日のそのショーは楽しめなかったとした上で、コッツェ監督の、我々の側からすれば特に大谷のショーを見ることは気にしていないよ、彼が投打で成功を収めていることには敬意を表しているんだ、我々は大谷が他のチームに対してもそれを成し遂げているのを目にしてきたよ、今夜は我々がそれを目の当たりにしただけだよ、
という称賛の声を紹介しました。日本だけでなく全米が大谷の快挙に沸いた一日でした。そんな大谷選手の人間離れした偉業に海外から感動の声が寄せられていました。海外の反応。全知全能です。大谷はアニメを超えてるわ。あまりにもでかい衝撃を受けていて何が何だか。大谷がベースボールのためにやってることを目撃できるのは本当に恵まれてる。ベースボールって一人の活躍で勝てるようなスポーツじゃないんだけど、この試合では大谷がそれをやってる。大谷がエンゼルスを出てどこかで成功してほしいよ。できればメッツがいいけど、エンゼルス以外ならどこでもいい。俺はドジャースかメッツに行ってほしい。エンゼルスでの実勝は20勝に匹敵してるよ。イチローはパワーヒッターではなかったのはわかるけど、大谷がわずか4年半ですでに超えてるのが信じられない。イチローはアクシデントでホームランを打ってて2位だったことに衝撼を受けたよ。日本人という括りにするのが失礼に感じるくらい、イチローも大谷も偉大なプレイヤーだよ。バットを持たせたら最強の2人だし。アスレチックスのファンまで大谷を応援してるのがほっこりする。大谷は数日前に足を踏んで怪我をしてたし、ボールが当たった後でも痛みの中で7イニングを投げてた。彼がどれだけすごいのかみんなに気づいてほしいよ。他のチームのファンでもいいから、ベースボールファンとしてこの偉大さに感謝してほしい。スポーツファンとして大谷の偉業には常に感謝してる。文字通り今まさに野球の歴史を作ってる。このラインナップで10勝するのってマジですごくね。だから翔平は連続31イニング無失点ノーランで6試合10奪三振以上をやらないといけなかったんだよ。ラインナップというよりチームそのものだね。翔平と同じ時代&同じ世界に生きてることが一番幸せなことだよ。疑問の余地もなく今年の MVP だね。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。